ドバッと捕まえた上手、互いに力の出る体勢です。逸ノ城はまだ深い上手です。今場所は上手を浅く持ち替える相撲も見せている逸ノ城、引き付け合いです。どちらも深い上手、背中202キロ逸ノ城、顔が187キロの魁聖、引き付け合いです。魁聖の下手が1回切れました。また胸が合いました。これはどちらも小倉さん出づらいですね。たっぷりですからね。まあ、だけど逸ノ城なんかは早くね出るだけの力あると思うんですけどね。さあ今度は逸ノ城が出る、相手の上手を切りました。おっ、巻き替えた魁聖、もろ差し、巻き替える、逸ノ城がもう一度右を巻き替えました。これまで長い相撲は何番も取ってきた逸ノ城、1分経過。やはり200キロ重いんですね。重いですね。よく残りましたね、さっきね。しかし逸ノ城もなかなかこう攻めに転ずることができていません。顔の位置を少し変えます。ここは我慢ですか。魁聖の、ね、上手はちょっと深いんですよね。深いですね。逆に逸ノ城の上手はいい位置取ってますよね。初めの上手よりも少し浅くなりました。出れるんじゃないかと思うんですよね。あ、出ていった、上手を切った、寄り切り、逸ノ城の勝ち、5勝4敗。魁聖敗れて4勝5敗、1分44秒かかりました。本場所はまっすぐ当たって上位陣に向かって、はい、ただいまの決まり手はそういう相撲が多いですね。そうですね、上位陣にはね、こうあの保証を上げてるんですけどね、はい、まあ、回というかこう同等と当たった時にね、ちょっとこう相撲を覚えられたというか、この立ち合いの怖さがないんですよね。上手を狙いに行く、これはもう上がってきた時と一緒なんですが、はい、今場所はこの上手の位置を途中で変えるというのがね、はい、進歩の 一点一面なのかもしれませんしね。ただこう攻めが遅くなるんですよね。攻めが遅いですね、今場所はね。今場所はね、ただ相当体力自体には自信はあるんでしょうけどもね。白崎さん、はい、今日支度部屋で少し逸ノ城と話をしますとね、はい、やはり周りの力士たちが自分のことを研究して上手を与えない体勢を当然作ってきますので、はい、なかなか取れないと、じゃあどう取るかということで、今左から押っつけるということを勉強しなければならないと思っていますと、はい、鳥取城北高校にいた頃に、先生から押っつけというのを教えてはもらったんですが、はい、それをなかなか、まあ、実際にやることができなくて、そのままになってしまっていると。ですからこれから稽古場でね、はい、押っつけながら回しを取りに行くということをもっともっと研究していきたいということは話していました。なるほどね。